代表入りが厳しくなった今、阿部には見つめ直したい技があった。中3ぐらいまでは結構背負い投げとか担ぎ技、全国大会でも背負い投げで勝ったりとかもしたんですけど、やっぱりこう高校になってなかなか背負い投げにやっぱり入れない。攻撃的になればなるほどいいもんな。そう、柔道っていうのは腕力だけじゃなくてね、テクニックとか細かいところを詰めていくっていうのはパーフェクトなチャンピオンになっていく過程においては大事なんじゃないかなって。力頼みから脱却、その鍵を握るのが背負い投げだ。懐に飛び込み相手の動きを利用して投げ飛ばす技。すごい、飛び抜けた筋力を持たない野村がオリンピックで3連覇を果たせたのはこの技を極めたからだ。背負い投げの達人野村の本気指導が始まる。結局まあどの技にしてもそうだけど、まあ、無理な姿勢で入るっていうのは絶対効かない。技に入るまでの作り形の作り方っていうのはやっぱすごい大事で、まずは阿部の隙を見て野村が技をかける。野村が重視する技への入り方、阿部は感じ取るだろう。今度は阿部が技をかける。だがなかなか懐に飛び込めない。ここで当たるのはここの隙間が空く。一番組手の中でダメなのはこことここが空く。ここで空いたらやっぱりとコントロール出て、阿部は技に入る前に相手の重心を崩す動きができていない。相手を崩すための最初のポイントは右手の使い方だ。常にここの感触もここが空くとやっぱりこう、まあ、入れないというか力も、そうそう、だから一本背もそう、一本背でも一本背でうまく超える時でもやっぱこうなってて、こうなっててもそのまま入らない。やっぱ一回グッとタッチさせて、なるほどって言ってすぐできるわけじゃないですか。常にやっぱここをつけるっていうのは俺はすごい意識してる。なるほど。胸元に当てた右手で圧力をかけながら相手の重心がどこにあるか常に感じておく。こうしてまずは技に入るタイミングをつかむのだ。野村流の崩しの技術を意識して再び挑戦。あ、本当だ。本当だ。いつの間にか拳が離れてしまった。絶対に胸元から右手を離すまい。しかし今度こっちに意識ついたらこっちができてないから、相手のことを落としていたら今が自分のことで精一杯なわけ。自分がここをつけるってことに精一杯だけど、それをしながら、それをしながら相手のことを落としていたら、新たに浮上したポイントは相手を崩しきるための左手の使い方。袖を持ち相手を揺さぶり重心が崩れた瞬間、その左手で袖を一気に引き下げる。慌てて戻そうとする相手の力も利用すれば懐に飛び込むための空間が生まれるのだ。柔道ってすごい頭使うんですね。崩す技術をさらに突き詰めると、こう手首この一つにとってもこう下にこう落とすのとこう手首返すっていうのが全然違う。手首を返してで自分の体を落とす。 それをずっと連携させて連動させて、
で、それで相手を押し込んでいって、抜ける瞬間にパッと回るって。パワーに頼らず、相手を崩しきる。阿部が新たに目指す技の柔道が、まさにここにある。今日柔道をやってる選手、これ永久保存版じゃないの？ですね、自分で考えてきたおテクニックとかも入ってるわけじゃないですか。秘伝のタレを作ってるところ丸見せですよ。ですよね。野村の教えは崩した後の動き。相手を背負ってから確実に仕留めるための技術、全部考えながらやってんだこういうの。そうですね。ここにも野村のこだわりが数多く詰まっている。ある程度引き上げることとしっかり回すと、で自分の頭は失敗するに絶対自分の頭が前に行く。頭が吹くから足中に入る。出て最後に今日教わった技術を一連の動きで試してみる。崩し、背負い、投げる。お、でも掴んできた。さすが。右手で圧力をかけながら重心が崩れた瞬間、左手で袖を思い切り引き下げ、すかさず懐に潜り込むと鮮やかに投げ飛ばした。体の使い方とかやっぱり肌で感じてるんだと、やっぱりすごいなって思いました。いいところを全部吸収して、そこでまだ自分でも工夫入れたりしてやって、自分の体の強さを生かした入りとかも考えていって、そういうのがやっぱ今後強さにつながっていくのかなっていうのはすごい思いました。3時間に及んだ激しい稽古だが、ここはまだスタートラインだ。テクニが自分に合った自分流のオリジナル背負い投げをこれから時間を作り上げなきゃ、それが完成した時のアワビヒルミっていうのはすごい楽しみだしね、まあ、その時に一言ね、野村さんのおかげでって言ったらもう言わなきゃいいのに。